こんにちは、レッスンプロの高橋由紀子です。100を切るためにアイアンを狙ったところに打っていきたいですよね。今回はそのために練習方法をご紹介していきます。一つ目にご紹介するのは片手打ちです。このように片手でクラブを少し短く持って、ハーフスイングをしていきましょう。片手打ちをすることによって体の回転とこの腕の振りが同調して打てるようになるので再現性が高まります。この振りをするときに、よく、ここから手首でボールに、ヘッドを合わせてしまう方がいるんですが、それだと練習の意味がなくなってしまうので、しっかり体の回転と同調をさせて、打っていくようにしましょう。それでは1球打ってみます。左手も同じなんですが、左手の時に、ちょっと気をつけたいポイントは、テイクバックをする時にしっかり腰の回転を回していきましょう。腰の回転を止めた状態でこういう感じで振る方が多いので、同調させるためにしっかりテイクバックで腰を回転して打っていきましょう。それでは1球打ってみます。2つ目はボールを捕まえるドリルをご紹介します。振り幅はこのハーフスイングで OK です。ハーフスイングでボールを打った時にこのマット通りのまっすぐのターゲットよりも左にボールを集める意識で打ってみてください。そのためにはスイング中にこの腕のローテーション、腕の入れ替えが必要になってきます。ポイントとしては打ち終わった時にこの右の腕と左の腕でバッテンを作るように意識をするとうまくいきます。それでは1球打ってみたいと思います。3つ目にご紹介するのはアーリーリリースを防ぐためのドリルです。クラブをまず少し短く持ちます。で、自分の体の正面でこのように構えてください。で、この時に、自分の手元よりもヘッドが高い位置になるように構えてください。で、この状態をキープしたまんま、左右にクラブを振っていきましょう。そうすることによって、アーリーリリースを防ぐことができます。例えば、アーリーリリースをしてしまうとここからこのように手首を使ってしまうので、自分の正面に戻してきた時に手元とヘッドの高さが変わりますよね。こうなってしまうとミスの原因になってしまうので、必ず手元よりもヘッドが高い位置で連続でこのように素振りをする練習をしてみてください。はい、このような感じで振ってみてください。で、この時に、少しクラブが軽く感じるようであれば、クラブを2本重ねてやってみてください。今回のレッスンはいかがでしたか？ご紹介したドリルを練習でたくさんやってみてください。